します。1,2 のはい、皆様もこれからのますますのご活躍を記念いたしまして乾杯。理系公務員の方に、合格した合格者の方にちょっとお話を聞いてみたいと思います。理系公務員の魅力って何ですか？私は土木なんですけれども、理系公務員は幅広い仕事ができることが一番の魅力だと思います。学んだことと少し近い分野のその仕事ができるので、理系だからそこそこ楽しんでできるのかなと思います。レッコを選んだ理由教えていただけますか？勉強を始めた時期が少し遅めだったので、効率のいい勉強をしたいなと思ってウェブ講座のあるレッグを選びました。面接が結構苦手なので、面接の対策が充実しているレッグを選びました。レッグの技術系公務員の講座の良かったところ教えていただけますか？どの科目も基礎から応用まで全部授業がついていて、全て網羅できたところが良かったです。担任相談で理系の先生がいるので、理系の悩みなどを聞いてくれるのがいいと思います。技術系公務員の講座でレックを選んだ理由教えていただけますか？技術系公務員のやっている歴が長くて充実したテキストなどもあり選びました。最初どこ予備校行くか迷ってたのですが、レックが一番技術系で実績がありましたので私は選びました。また面接の方にもすごく力入れていましたので、レックの方を選びました。レックの技術系公務員講座の良かったところ、あと試験に役立ったところなんかがありましたら教えていただけますか？数的処理などがすごく苦手意識が強かったので、岡田先生の授業を聞いて苦手を克服しました。テキストとか問題集とかも良かったのですが、それプラス直前講座っていうものがありまして、そこで数的処理の対策でありましたり、専門の勉強とかもしっかり対策できましたので、そこら辺がすごく良かったのではないかと思っております。これから技術系公務員を目指そうとされている方に、一言お願いいたします。苦手な部分があっても諦めないでレックで頑張ってください。公務員試験ってとても科目数だったり面接だったり多いと思いますが、自分を信じてやることなのかなっていうふうに思っています。そうすれば頑張っているうちに仲間もできますし、そういった仲間と一生懸命最後までやっていけたのではないかなと思っておりますので、諦めずに頑張っていってほしいと思います。それでは一本締めを参りたいと思います。じゃあお手を返します。よー、はい、ありがとうございます。